といいね。こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。嫁が今日は魚をたらふく食べさせてあげると言って鼻の穴を大きくしてきた。魚は漁師をやっている親戚が送ってきたみたい。中国田舎の漁港で水揚げをする様子は下の説明欄から過去動画がご覧いただけます。卵持ちの魚もあるね。立派だ。すごい卵。お魚くわえたドラ猫、愛を吹かけて裸足で駆けてく。コーンフラワーとコーンスターチで弓瓶と呼ばれるものを作るってさ。今日はこれが主食となるからご飯は炊かない。日本にいた時コーンフラワーって売ってたっけな。少なくても買ったことはなかったな。そもそもトウモロコシが主食になるってことがなかった。あったかも。コーンフレーク。那边上这种加有那个加热味格一会儿又过来。一个，知道吗？嗯。得等它放着放，放着慢慢醒吧。嗯。魚の表面を焼いてから煮込むんだってさ。焼く際にお塩も鍋底に引いておく。いきなり煮込むんじゃなくて一度焼くことで香ばしさも加えていくんだね。ネギと生姜、そして香り付けの葉っぱ。魚の表面を焼いたら今度はこの大きな鍋で煮込んでいくみたい。油の中に豆板醤。これを見てるだけでなんかうまそう。
確かに今日は魚をたらふく食えそう。俺のビール。このグツグツ感はたまらない。くっつけばいいけどね。緊張の一瞬。そっちから行った。哎呦！他有个爷儿的，小饼都得有爷儿。看，漂亮漂亮。下边沾点汤更好的。嗯。あの二、石玉の二。嗯。对。いや。なんか郷土料理の風情がある。いろりにこの鍋を吊り下げたらすごく雰囲気出るだろうな。这个小杆可能给它给压上了。给它。好。哎呀，哎呀，哇！漂亮。这杆压的。哎呀，这个。你看这边儿，这边儿边儿变成这样呀。よし、じゃああと食べますね。うん。吃饭了。哎呀，好啊。好。金灿灿，真好啊。トウモロコシで作ったパンがまるで黄金に輝く小判のように思える。小さな木舟で取ってきた魚たちも金色に輝きを放つ。そもそも食べ物は貴重な資源であり、宝であるのだ。その宝に料理という魔法をかけて、さらに価値あるものとする。
黄金の国ジパングから来た男も思わずうなりを上げる。中国人妻が作った金色に輝く料理に舌包みを打つ。